ドゥーンドゥンということでやってまいりました。自分でこの豚パン使ってサンドイッチが作れるようです。それでは次は肉厚ビーフバーガーでございます。サーディカップ、こんにちは、のぶです。本日はランチビュッフェ、そして多分朝食ビュッフェもこちらの動画でご紹介させていただきたいと思います。ということで今いるのはですね、沖縄県恩納村です。まだ恩納村ですね。そして今から向かうのはですね、さらにちょっと北上して名護市の方です。実は名護市のホテルでお泊まりなんですが、そのお泊まりの前にですね、同じホテルでちょっとランチビュッフェいただく予定になってます。そして宿泊自体もですね、朝食付きのプランで予約しているので、まあレストランくくりっていうことで朝食ビュッフェもこちらの方でご紹介させていただきます。もしホテルの全体的な様子、お部屋とか、あとプールでも遊ぼうかなと思ってますので、そちらの動画多分こちらの動画の後になると思います。公開された後は概要欄に URL 貼っときますが、もしよかったらチャンネル登録もしていただいて、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。それではまだ恩納村でございます。ホテルの方に向かいます。ドゥーンドゥーンということでやってまいりました。こちらのビュッフェ&グリルクワッチーです。こちらになっております。確かこの奥に進めば良かったはずです。実は以前のマリオットの時には利用したことあるんですが、雰囲気同じですね。そりゃそうですよね。それではこの奥です。入っていきましょう。ということでレストランの中入りました。ホテルなのでいつも通りビュッフェスタイルです。今から取りに行きましょう。ということでビュッフェコーナー、ちなみにこの辺は子供コーナーです。子供コーナーはフライドポテトにナゲット、そしてハムカツ、タルタルソースもあります。そしてオニオンスープ、そしてこちらにはご飯と甘口のポークカレーがあります。こんな感じですね。そしてケチャップソーセージにタコス、ミンチーズ、スパニッシュオムレツ、オムレツだそうです。そしてこちらは子供じゃなくて普通に大人用って言ったら変ですが、一般的なものです。ピタパンサンドって言ってて、自分でこのピタパン使ってサンドイッチが作れるようです。そしてこの辺はタコライスなんかも作れそうですね。あとこれはお野菜かな、豆腐用マヨネーズ、豆腐用マヨネーズだそうです。この中はお野菜、おーほかほか。そしてこちらピザとお肉、豚肉にサーモン、そしてチキンの唐揚げです。そしてこの辺りシーフード、マカロニグラタン、豚バラ、野菜ソースに白身魚ですね。そしてチャーハンとかパスタもあります。目の前でパスタのソースかな、美味しそうです。そしてこちらパンコーナー、パンは4種類違う、5種類かな、こんな感じでございます。そしてこちら側はフレッシュサラダ、サラダ系ですね、美味しそうです。あとど真ん中はデザートかな、デザートは後ほど。それでは取っていきます。そして突然登場した配膳用の掃除ロボット、こんなのあります。入ったお皿とか入れていそうです。それではちょっと子供用のやつもうすでにやってるので、ロボットさんに、はいどうぞ、この中に入れていいんだな、入れとけばいいのかな、入れときます。ありがとうございます。いってらっしゃい。ということでまずは第一弾的な感じで取ってまいりました。ピタパンサンド、お魚だけはみ出てますが、それでは一人でできるでしょうか。これを入れて、それではいただきます。うん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 、だいぶ食べにくいですが、なんか自分で作って楽しいですね。いい感じです。しかしサルサソース結構いい辛さです、うん、美味しいです。そしてあとはなんか前菜系しか取ってないです。サラダの横にあったグルクンと、あとなんかカリフラワーのカレーにまぶされてる、そしてバンバンジーみたいな感じのやつ、そして温野菜しか取っておりません。このグルクンのやつちょっと美味しそうですよね。それではこのグルクン、それではいただきます。うん、グルクンも、うん、いい感じですね、美味しいです。そしてこちらの温野菜なんですけど、このソースぐるっと回ってる時にも紹介しましたが、豆腐用マヨネーズでございます。なんかちょっと変わってますよね。それではこちらのブロッコリーにつけていただきます。うん、なんかふわっと豆腐用っぽい香りがしますね、うん、なかなか美味しいです。ということで第2弾でございます。こちらが基本的になんかメイン系は全部ですね。手前にめっちゃパンがありますが、グラタンに、そしてこちらがピザですね。そして豚肉、サーモン、唐揚げに三枚肉みたいな感じです。そして真ん中が白身魚です。そしてあとこちらが炭水化物系2つです。チャーハンとパスタです。それではちょっとこちらの沖縄っぽいものをいただいてみましょうか。こちらの三枚肉かな。それではこちらいただきます。
うん、なんか普段食べている三枚肉とは一味違う感じです。なかなか美味しいです。いい感じです。それではこちらのパスタもいただいてみましょう。ボロネーゼでございます。よいしょ、くる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 っと、よいしょ。それではいただきます。やばい、ちょっと垂れてる。うまい。ちなみにレストランの雰囲気はわかるでしょうか。こんな感じでございます。広々です。そして最後にピタパンサンドをさっきの失敗を生かして中に入れてきました。大きいわ。中に照り焼きチキンでございます。ちょっとこぼれましたが、こちら。それではいただきます。うん、やっぱりこれなんかサルサソースが結構辛みが効いてて、お肉と関係ないところの感想ですが、なかなか美味しいです。それでは最後にデザートコーナー、まずはアイス、ブルーシールアイスです。チョコとバニラ、紅芋、黒糖、チークワッサー、グアバ、これはフォーアイスもあるんですね。こちら限定パッケージのものが残り少ないですがあります。でこの辺はアイスとかのトッピング用ですね。そしてフルーツがパイン、グレープフルーツ、オレンジがあって、この辺がケーキです。紅芋のケーキにパンナコッタ、マンゴーソース、きなこプリン、黒蜜、黒蜜はプリンにつけるやつか。そしてアスルバゼリーにトリュフチョコレートケーキです。こんな感じです。取っていきます。ということでデザート取ってまいりました。ケーキ系全種類、そしてアイス、そしてアイス、まずはこちら開けましょう。バンということで、こちらちむどんどんのグアバのアイスでございます。確かこれ普通にも売ってますよね。それではこちら、それではこちらいただきます。なかなか、グアバの香りふわっとするんですよね。これ美味しいです。それではどれ食べましょうかね。このプリン、黒糖別添えでありましたが、結構たっぷりかけました。それではこちらのプリン、きなこプリンです。いただきます。甘い、美味しい。ということで、ごちそうさまでした。すいません、汚いですが。ということで、ランチビュッフェは終了でございます。そんなに種類めちゃめちゃあるわけじゃないんですが、結構ホテルにしては安いんですよね。なかなか大満足でした。ということで、朝ごはんもこちらの動画でご紹介させていただきますので、朝ごはんまたお会いいたしましょう。ということで、おはようございます。朝ごはんです。まずは、カシスビネガーからいただきます。酸っぱい、美味しいです。ということで朝ごはん、この辺はタコライス、自作タコライス用ですね。そしてこっち納豆とかもありますが、自分でポーク卵、ポータもおにぎり作れる感じで学んでます。そしてソーセージなどありますが、お次はこちらハンバーガーを作っていただいてます。美味しそうです。お肉ジュージュー、あとはフロッフルベネディクト、ワッフルのベネディクトかな、こんなのもあります。そして三角シュート、すごいドーナツがプラス下がってます。面白いですね。そして口なお魚を配ります。そしてオレンジの山がありますが、こちら生搾りオレンジです。こんな機械でジュースを作ってくれそうです。これでいいのかな。よし、プレス、おー、すごい動いてる。それでは持っていきます。それでは生搾りオレンジジュースいただきます。新鮮で美味しい。あ、なんかさっぱり美味しいですね。そしていただいてきました、なんちゃらベネディクトでございます。なんだったっけ、クロワッサン生地のワッフルの上に卵、そしてカリカリベーコンで、これがなんか4種のチーズのソースみたいな感じです。このままいただいてくださいとのことでしたが、とりあえずこの卵を割ってみましょう。トローンとして、どうやって食べたらいいんだろう。よいしょ、切って、それではこちらいただきます。なんかこのワッフルもサクサクで、そしてチーズの風味が美味しいですね。美味しいです。それでは次は肉厚ビーフバーガーでございます。黄色いのがチーズソースで、その上にトリュフソースでございます。それではこちらを、よし、挟んで、ちょっとごっついのでこのまま、それではいただきます。これは食えるのか。結構ハンバーグも厚くて、
これは美味しいです。そしてがっつり取ってまいりました。ウチナ焼きそばに島豚ローストとかだったかな。そしてサラミ、ハムにチーズ、そしてこちらが自作オムライスでございます。なんかいいですよね。チキンライスとスクランブルエッグが別にあって、上に乗せてオムライスが作れますって書いてました。そしてソースはデミグラスソースです。そしてラタトゥーユにドーナツ、そしてシナモンロールでーす。いただいていきます。それでは最後デザート、朝はそんなデザートまでないかもしれませんが、フルーツ、そしてバナナがあって、フレークはデザートじゃないですが、フレークもありました。そしてこちらはアイスランチと同じですね、こんな感じのアイスもあります。それではデザートを取っていきます。ということでごちそうさまでした。デグラスだけですが、お持ち帰り用にカップがあったのでコーヒーお持ち帰りさせていただきます。よいしょ、それでは帰ります。ごちそうさまです。ということで戻ってまいりました。お部屋にいただいてきたコーヒーいただきます。うん、美味しいです。ということで本日はオリエンタルホテルのランチビュッフェ、そして朝食ビュッフェの方いただきました。美味しかったです。まずランチビュッフェですね。ランチビュッフェは値段はですね、大人2500円、そして僕今回予約したのは美ら徳沖縄県民限定のプランですが、そちらで予約すると2200円でした。結構いろんなところでオリエンタルホテルのランチビュッフェはそういったちょっとした割引、まあ、ちょっとしたって言っても 10% 以上割引になってるので結構大きいかと思いますが、2200円なのでいただけるプランはたくさんあるみたいなので、ぜひそちらの方を探してみてください。沖縄県民の方はチラトクの中に今は2200円のプランあります。ぜひそちらの方も利用してみてください。そしてさらにですね、今回オリエンタルホテルのクラブオリエンタルっていう会員に入るとですね、無料で入れるんですけど、そちらに入っていると無料でただ入っているだけでさらにですね 5% 割引になります。なので合計10数%割引になりました。かなりお得でした。そして今回一応おまけで言っとくと、名古屋キャンペーンの電子チケットが1000円で2000円分のレストランなどでも利用できる電子商品券を購入することができるので、そちらを4000円分だけ使って、残りの細かい値段忘れましたけど数百円だけ別でお支払いさせていただきました。結構お得にいただきました。なかなか良かったです。まあ、値段がですね2500円ということで、沖縄県で有名なリゾートホテルにしては結構リーズナブルな値段ですよね。というのもあってっていうのは言い方おかしいですが、ステーキがあったり、はたまたカニがあったりっていうような、そういったものすごい見どころがあるものっていうのはこちらのホテルはないかなと思います。でもそれぞれですね、ホテルのランチビュッフェらしく一手間かけたような料理があって、料理の種類自体もそこまでは多くないと思いますが、結構広々としたゆったりとした空間でいろんな料理楽しめるオリエンタルホテルのランチビュッフェだと思います。たまにはこちらの北部の方まで来てオリエンタルホテルのランチビュッフェ楽しむのもいいんじゃないでしょうか。観光の方もこの周辺でちょうどお昼時っていうのもあるかと思います。ぜひ利用してみてください。そしてあと朝食ビュッフェですね。朝食ビュッフェは結構自分で何かをやるっていうスタイル、最近なんか流行りっていう感じもしますが、ポーク卵おにぎり作れたり、あとオムレツが作れたり、タコライスも作れたのかな。結構自作のものを作れる朝食ビュッフェになってるかと思います。お子様なんかも楽しめるんじゃないでしょうか。ホテルに泊まってる方、結構やっぱり朝食ビュッフェ利用されてる方はたくさんいらっしゃいますが、こちらのホテル泊まるときは朝食ビュッフェ付きのプラン選んでみるのもいいかと思います。そしてハンバーガー、あとエッグベネディクト、名前なんかちょっと違ったと思うんですが、ワッフルの上に乗ったエッグベネディクト的なものですね。あれチーズの風味が結構美味しくてなかなか良かったです。ぜひ朝食ビュッフェ食べる方、こちらのエッグベネディクト食べてみてください。ということで本日は改めましてオリエンタルホテルのランチビュッフェ、朝食ビュッフェいただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディーカップ、バイバーイ。